就是去我看他那个那些，他就在杭州去比较，原来感觉我在城市他那个他就把他那个就是的，那不叫在这个地方那个就是的，那都出来那个销售资源嘛，原来就是这样的。まあ、ただ、こういったような政策を打ち出した背景は、まあ、お子様にもこの時間にご自身の経営の先ほど方におっしゃるとは必要になるかもしれませんけれども、やはり公明党さんの方がこういった政策対策にかなり必要に自民党さんの方に責任がありまして、で少しは自民党さんの方は、いや、ところはばらまきだからいかがかなというような認識が結構強かったんですけれども。ただ去年秋に本来は選挙選挙があるはずだった、まあ、はずだったというのなんですけれども、予定されたのが自民党さんの都合で、まあ、はっきり言って内外に出来上がるアンケート結果だと、これは本気で、マルチア調査というような結果も出てきたものでありまして、で、小室さんがやられている、総選挙を、まあ、それに限りましてあったということで、まあ、それではしょうがないだろうということで、まあ、自民党さんが踏み込んだと。まあ、そんな背景もあるやんになりますけれども、まあ、やんちというか、まあ、それが事実ということでいたと思いますけれども、まあ、そのような形で、一応決まったわけですけれども、ただ、こういった格好で決まって、じゃあ、具体的に、この義務をやるのは、まあ、先ほど申し上げましたように、市町村の方で、取り組みにくいというような格好になるわけなんですけれども、もうこういう格好で決まったので、早速、先ほども言いましたけど、民主党さんの方は、まあ、OL の選挙を買収じゃないかみたいな考えていることに、全国の自治体の方からも、かなり懸念の声が出てきました。と言いますのは、まあ、皆さんもこれ、全国民に、バーなくて、報告するということになると、作業的にかなり、時間がかかります。でしかもこれ、所得制限も一応やれるんだったらやってもいいですよという形になっているものですから、もし所得制限の取り組みがあると、現状の手続きも出てくるので、かなり、作業がかかります。まあ、それの一つ、まあ、証明といいますか、この交付金作業のために、30億円かかります。作業のためだけです。まあ、そんだけお金がかかるという、かかるわけですから、まあ、同じ義務も大変だということで。で、特に自治体の方が不満が出てきたのが、一応全国民に交付するということに決めたんですけれども、ただ自民党さんの方が、あるいは麻生総理大臣の方が、最初は全国民に配りますよと言ったところが、あまりにも松井さんから評判がよくなったんですから、やはりお金持ちはやっぱり遠慮してもらった方がいいだろうと。自主的に取ってもらえるのを保にしようと。そういったところは今度は、じゃあそんなのはそもそも制度化に乗かるのかという、今度また批判が出てきて、で今度はじゃあ私も、じゃあ、まあ、みんなもらって、高額者も皆さんにもらって、どんどん使ってもらいましょうと。そんな動くほど派遣になったということで、余計に、行いたもありますけれども。特に自治体の方が、市町村の方が一番困るのは、その所得、人的に作業になりますということと、所得制限を、まあ、自由にしてくださいということになるんですから、ただ所得制限を自由にあなた方、勝手に市町村で決めてくださいと言っても、いや、町田市は所得制限します、いや、隣の市は所得制限しませんということが、やはりちょっと自分の方がだいぶ言えなくて、出てくることが心配されますので。で全国知事会と、それは知事にも会議があって、あるいは全国市長会、あるいは全国町村会というところがあるんですけれども、まあ、心の方が一斉に所得制限は遅れるべきじゃないと、一斉にやるべきだというようなことを抗議をしまして、で政府の今、いろいろ申し入れたりもしているわけですけれども、でまたそんな経過の中で、またただ制度としては抗議しますもんですから、まあ、自衛手段といいますか、まあ、結果として全国市長会、あるいは全国党総会の方で申し合わせみたいな形で、まあ、一応基本としては所得制限を全部せずに支払い方法もほぼ一括して同じ方針でやろうと、そんな形を決めておりまして、あと各県単位でも各県に町村会、あるいは、市長会という組織があるわけなんですけど、まあ、そちらの方でも、
やはりご先祖一緒にやりましょうというような、形に申し合わせを出て、今日は現在に今至っているわけです。なんかそんな中で、当然、